なんかバグたまにバグが発生して配信があれってなるんですけどこんばんは、映ってますか本当にお風呂上がりで <laughs> 寝る前です、こんばんは中村舞ですこんばんは めっちゃしたなんかねたまにバグるんよねなんか変な感じになる <laughs> こんばんはありがとうハートも花火もお疲れバラも音符もかわいい金魚花束結婚してもありがとうございますうん <laughs> はもらってる。待って。やばい。ちょっと待って。やばい。<laughs> ちょっと待って。青さんかな。青さん。ありがたは。待ってもう一個ある。待ってね。どれぞ。ミッキーさんだ。ミッキーさん。 ありがとわー。あおさんもありがとわー。あ、明日タワーのお礼をしよう。明日タワーのお礼します。花火ありがとう。あのー、全部はしないんですけど、まだ六月分の半ばぐらいのが残ってる。 ちょこちょこやらせていただきます大変なのごめんねって感じではしぐれさんこのありがとうございます待ってなんか待ってりょんきゅうさんだりょんきゅうさんありがたわそしてしぐれさんありがたわやばいちょっとたくさんいただいてるんですけど今日はあの 中村麻衣ファースト写真集発売日です。パチパチ。パチパチパチ,パチ,パチ。ええー、無事本日発売日を迎えましたが。ちょっと書店に並んでる。え、並んでましたか?。私ちょっと書店行ってないんですよ。広島まだなのかな。並んでた?。あ、並んでたよって。ありがとうございます。 なかったよって人もいる。売り切れえ売り切れてまだないだけじゃなくて、<laughs> わありがとういっぱいパンパンパンパーン。ありがとうございます。皆さん無事写真集はお手元にありますでしょうか。ちょっとまだ広島のお渡し会がね、八月十四日なので、そこまで持ってないよって人はあの。 ちょっとまだまだかもしれないんですけどちなみに9月14日の、えー、広島のお渡し会はですねえっ、ー、とねいつって言ったかな8月いっぱいまでに締め切りとのことでまだもうちょっといけるよとのことだったのでぜひ皆さんお待ちしてます8月いっぱいまで受け付けてるとのことでございます まだネットで予約したの届いてない。なんだろう、アマゾンとかかな。特典が違うのでね。あ、あとね、そうだ、これも言おうと思ってたんですけど、あのー、ショールーム配信で色々と写真集のことやったんですけど、あの多分もう一回 <laughs> あるかなって感じなんですけど、そう前回の多分そんなに ちょっとたくさんはないかもしれないんですけど数はあんまないかもしれないんですけど近々はいできそうな感じがありましてですねあのゲットできなかったっていう方は是非またちょっと確定したら X とかで言います。 ありがとう。もう本当に本当に。<laughs> ありがとうございます。なんかね。結構ね。写真集の。あの本当写真なのね、カットもそうなんですけど。 なんか。なんか私の母が。母もだし、な、結構。こうファンの方も。なんかインタビューを。読んで。なんか。こうなんか。すごいね。いろいろ言ってくださって、じゃ、お母さんもね、すごいなんかね。言ってたんだよね。私の、そのインタビューは、私のもう本当に。気持ちが。 今の気持ちが全部入ってるのでぜひちょっと長いんですけども読んでいただけたら嬉しいなって思います。<laughs> 明日到着予定 <laughs> 認めしたくんありがとうございます結構長いことねいっぱいお話をしましたありがとう金魚。 切なない気持ちなんか結構そう切ない気持ちになるし <laughs> そんな切ない気持ちになる <laughs> 得点が違うので。 みんなが切なくななくってるならないでー <laughs> なんか写真集のオフショットはまあ今日発売したので徐々に徐々に出したいと思います。 本当に本当にいい日です。<laughs> ありがとうございます。ナイクル残念でしたね。そうなんですよ。あの今日発表されたんですけど、8月30日にあった ある予定だっったナイトクルージングがあの中止になってしまいまいした台風の影響で台風10号がもう結構その2930らへん31らへんその辺結構もうかぶっててちょっとそれであのそう台風の影響で中止になってしまいましたねなんかさナイトクルージングとかさなかなかないイベントだからね ね、延期だったらいいんですけど今日中止って発表されたのでまたどこかであることを願うねなんか今回の台風は結構えなんかすごいさなんかなんて言うんですか被害が被害に備えなきゃって感じのなんかめっちゃニュースしててさ そそうそうなんかえゆっくりなんだなんか停電になるかもしれないしみたいな新幹線そうそうなんか計画運休えなんて言うんだっけそんな感じのやつ。 結構なんか大きくてそう威力が強い台風らしくてノロノロしてるんだ家にいなきゃダメですねありがとう。 花火金魚お仕事休みにならないかないやそうだよねみんなどうなんだろうわかんないけど 休みにならならい家で写真集を家で写真集を見ましょう <laughs> なんか停電になったりしたらたまったもんじゃないよねだってさ携帯もさ充電できなくなったらさ やばいもうキャンドルがいっぱいあるんですよなんでキャンドルあの電気は問題ないけどクーラー使えなくなるこういう時は車便利えっ車持ってないんだけど <laughs> モババイルバッテリーあなんかなないんんだよねなんか私のモバイルバッテリーさポンコツすぎてさなんか100%パーあのこうなんかなんて言うんですかコードレスコードレスモバイルバッテリーみたいなやつでこうコードがなくってそのままこう刺すモバイルバッテリーなんですけどなんか100%パーあなんか数字が出るんですよそのモバイルバッテリーの。で100パー がまあ、0%になったらこっちの携帯に全部100%が映るようになってるんだけどなんか最初ね指したら100%で出るんだけどで2分後に見たら30%ぐらいになっててで「えみたいなもう携帯に全然パーセントが映ってなくて全然充電されないのポンコツすぎて「<laughs> あポンコツだわ」って思いながら使ってる寿命とかあるんだ いやそんなに前から使ってるわけじゃないんだけどね私のポンコツモバイルバッテリー 可愛い,い響きえ、ポンコツモバイルバッテリー、<laughs> ポンコツ。ありがとうございます。髪切ったか？全然切ってない。やばいんだけど、前髪長いよね。 海外用に食べ物の備えはあります私結構リスみたいなやつなので <laughs> <あ>の <laughs> 結構食べ物を貯蓄する癖があって昔からなんですけどいろんな食べ物とかをそうそうなんか溜め込んでるから多分困んないと思うんですけど。<laughs> 期限大丈夫って確かに。 えでもそうなんか何ですかインンスタント系とかかなんか貯蓄超大切であと例えばシャンプーとかもめっちゃ大切貯蓄なんか補充貯蓄の貯蓄も欲しいぐらいなんかあればあるほどいいみたいな。 ないとちょっとあ備蓄あ、備蓄かえ何備蓄だった <laughs> そう、なんかないと不安あそうストックそれストックのストックみたいなああああ ありがとう、金曜。お金の話、え、なに、お金の話って。貯金も大好きだよ。え、それとは別。<laughs> <laughs> なんかお金を振り分ける瞬間が幸せ。もう、本当に。あの。 超貯金大好き。投資とか、いや、してない。私アホだから。<laughs> 全然理解できない。投資とか、そんなの。なんか。 そういうの理解してくれる友達とか欲しいなで、やってくれないかなちょっとこれやってくれない <laughs> 物欲とかないのえ、物欲ある物欲あるけど欲しいって思ってる瞬間が一番楽しいかもあ欲しいな、欲しいなあれ欲しいな、これ欲しい買ってしまったらゴールだから 欲しいなって思っとくのが一番楽しいかな常に欲しいみたいな お金は人に任せたらダメ、はいお姉ちゃんにめっちゃ任せてるいや管理してるのもあるけどお姉ちゃんがいろいろ管理してくれてるのもいっぱい家け簿はねつけない。 お姉ちゃんがつけてるかも私はつけてない多分私一人になってもつけない貸し借りもダメあ貸す時はあげるつもりで貸した方がいいですねお金はつけそうにないね <laughs> 大雑把 診察見たえ、見たなんかあのー、ピン札診察のピン札使えないんですよもったいなくてだからあの出てこないでほしい ATM とかから <laughs> あの診察のピン札本当にやめてほしいなんかもったいないんだよね。もっったいない、いななな使えないよーってなるから ななんかもったいなくて私2つ折りの財布なんだけどさ2つ折りの財布に入れるのすらできんくてさバッグに直接食って <laughs> 生身を突っ込んでなんか使えないもったいない。 ありがとう。バッグの中でクシャッと鳴らないようにそろそろ帰る。わ、うん？ミッキーさん、あ、ありがとう。花火、え？花火だよねこれ。ブワ 待って、五尺玉,って書いてるえ玉じゃない「打ち上げた五尺」なんかさ思い出してよかった最近やってないなあ夏の曲だと思ってるんだけど <laughs> あ五尺玉ってないのえそうなのえっ、え 7周年ツアーでやったぐらいかな思い出してよかった、うん、それっきりやってない感じがする2番の歌詞好きえめっちゃわかるいいよねあれはねフルサイズでね聞くのがおすすめですやばいもう時間だ壇上予防マサさん熊ねパパさんよっちゃん51さん福ちゃんるさん森森さんティーンさん難波のさとさん東京のスワンさん馬ちゃんさんあおさん しぐれさん、みっきーさん一位はドりょんきゅうさんでしたありがとうございましたおみおやすみなさいみなさん、明日は水曜日です水曜日だっけちょっと自信がないあ、水曜日だよね 水曜日です。<laughs> 自信がなかった。何曜日やっけ。大した。またね。改めておめでとありがとうございます。巨大な反対。いっぱい見てね。<laughs> おやすみ。 また明日。